のさ、あっちの画面から YouTube 見て、はいはい、こっちも結構途切れるわけ。あちょっと動かしただけでも、はい、できるんだったら確認してほしい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、時刻は午後2時を回りました。この時間は健康情報番組イキイキライフをお届けいたします。この番組は宜野湾市民のリスナーの皆さんが心も体も健康で元気な生活が送れるよう、宜野湾市報、新聞記事、専門のゲストさんとともに健康や福祉に関する情報を発信していくことが目的となっております。今週のお相手は私 FM 宜野湾由美がお届けいたします。この番組では健康や福祉に関する疑問、質問、ご意見などメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンでは YouTube、ツイキャスにて映像と音声をネット配信しております。またサイマルラジオでもネット配信も行っております。ツイッターも連動してますので、たくさんのツイートよろしくお願いいたします。またサイマルラジオは全国どこでも音楽とともにラジオを聞くことができます。 FM ギノアのホームページや無料アプリリッスンラジオで聞いてください。さあ、今週も始まります生き生きライフ。この後14時26分までお届けしますので、皆様最後までお付き合いください。CM の後に、紹介していくので、はい、前みたいに自己紹介からやって、はい、前回2回出ていただきましたという話を振っていくので、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。虫が さあ、時刻は14時3分を回っております。お届けしている番組は生き生きライフをお届けしておりますよ。さあ、ここからはですね、本日なんと素敵なゲストさんがいらっしゃいます。実は前回も先月、はい、出ていただいたんですけれども、また今月も来ていただきました。それでは早速自己紹介の方でよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、医療法人ウフヤ玉木病院で、臨床心理士をしています山城良介と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。山城さん、玉木病院、ギノワンといえば玉木病院そうですね、はい、実は先月も、はい、この生き生きライフで、はい、ゲストで来ていただいたんですけれども、なんとすごく好評で、あ、そうです、ありがとうございます。はい、ね、前回は山内の方が担当したということなんですけど、その時も話が盛り上がったと聞いていますので、はい、ね、また今回も先月のおさらいもしつつ、また新しい情報をね、情報というかこの健康に対する、はい、うん、先月と引き続き同じお話をしていきたいと思いますので、皆様お楽しみに。自分に当てはまるのもあるかもしれないですよ、皆さん、ね、山城さんね。そうですね、はい、それでは早速今日この番組で話していくにあたってどうしようかな。まず先月のおさらいからお話ししていきましょうか。はい、そうですね、はい、じゃあまず最初にうん、アルコール依存症とはどんな病気かということ、はい、意外と世間で知られてないと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、まず大酒飲みとアルコール依存症の違いというところですが、うん、はい、まあ、アルコール依存症という病気はですね、うん、お酒を飲みたいという、これ飲酒欲求といいますけれども、これが非常に病的にですね、はい、強くなってしまうこと、ほうほう、とあとお酒の量をコントロールできなくなるという、そういったところが、うんうんうん、普通の大酒飲みとですね、うん、病気の境界線かなというふうに言われていますね。うんうん、大酒飲みっていうのは、はい、結構お酒強い人とかってこの世間では言う、はい、人のことをお酒飲みって言うんですか。はい、まあ、たくさん飲んでも、まあ、周りで迷惑がかからない人たちもいらっしゃいますので、アルコール依存症の場合はですね、3つのものが害されると言われているんですけれども、うんうんうん、まず最初に言われているのは健康ですね、はい、肝臓をはじめとする、うん、臓器とか、うんうん、場合によっては脳の萎縮とかですね、ほうほう、そういったものが起こってくることが一つ、うん、でもう一つは経済的な破綻といって、はい、お金をですね、もうひたすらお酒につぎ込んでしまうという、なるほど、そういったことがあります。はあはあはあ、まあ、そういったことを繰り返しているとですね、やっぱ仕事もクビになったりとかですね、うん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 、もうあるでしょうし、やがてこの周りから人が離れていくということで、うんうんうん、人間関係の破綻も、うん、出てくるということで、このアルコール依存症は3つのものが壊れていくというふうに考えています。3つ、いや私もお酒好きなんですよそうですね、さすがに 今はですよ、はい、まだ量を分からなくなるぐらいまで飲むっていうのはないんですけど、はい、これがいつなるかっていうのは分からないじゃないですか、人って。そうですね。ね、この環境によって変わってくると思うんですけど、うん、ちなみにこのアルコール依存症、この例えば量って人それぞれ飲むじゃないですか、はい、でこの量ってどのくらいからこの人に対してのアルコール依存症っていう形で判断とかって基準があるんですか。そうですね、まあ、アルコール依存症になりやすい量っていうのが大体分かってきていまして、うんうん、一般成人男性であればですね、うん、ビールのロング缶3本500ミリをですね、もう3本ぐらい飲むと、これも多量飲酒と言われる領域に入ってきていまして、まあ泡盛であれば、まあ1合半ぐらいですね、はい、1合はカップ、そう、ワンカップとか言われるものが大体1合ですので、それともう半分ぐらい飲むと、もう飲みすぎっていう実は量になってるんですね。これをまあ習慣的に飲み続けると、男性であれば15年か20年ぐらいでアルコール依存症が形成されてしまうということですけれども、まあ町田さんのようにね、お酒好きな女性とあれば、女性はですね、肝臓が小さいということもあってですね、早ければ5年から10年でやばアルコール依存症は形成されてしまうというように言われています。マジですか。はい、特に高齢者の方もですね、最近多くなってきていますけれども、うん、女性と同じように体の水分量が少ないので、はい、同じくですね、早く依存症が形成されてしまうということがあるので、注意していただきたいというところですね。なるほど。ちなみに、はい、例えばですよ、まあ、1週間7日間あるじゃないですか、はいはい、1日でもいいからとか2日3日休肝日を置くとかっていうのはやっぱ大切になってくるんですか。はい、そうですね、肝臓を休める上で休肝日はとても大事なんですけれども、うんうん、まあ、できれば、1週間のうちに2日可能ならば連続して休肝日を設けることができるといいと言われています。うんうん、あ、起きじゃなくて、はい、連続した方が、そうですね、肝臓は休まる時間をゆっくり取れるってことですね。そう言われてます。まあ、それだけ待てるということがあれば、また依存でもないのかなというふうに思いますね。はい、はい、このようにですね、このアルコール依存症でどのぐらい飲んだらアルコール依存症になりますよっていうのを前回
お話ししてもらったんですけど、はい、最初でもあったように大酒飲みの方もいらっしゃると言ってたじゃないですか、はい、この方とこの方たちとアルコール依存症の方になってる人たちの違いとかっていうのあると思うんですけど、はいはい、この違いとかっていうのはやっぱ実験とかもされてるんですか？そうですね、昔からいろんな研究がなされているんですけれども、よく有名なのはですね、ネズミで、人間は直接実験できませんので、はい、ネズミの実験というものがあるんですけれども、うんうん、1960年代にですね、ネズミの実験盛んになって、ネズミをですね、檻の中に1匹入れて、ほうほう、水とあとコカインのような薬物を混ぜた水を2つ置くと、はい、うんうん、それをネズミに与えるとどうなるかという実験なんですけれども、大体ネズミはコカインの水を飲み始めてですね、はい、やがてもうそれに依存して、その水を飲み続けて死んでしまうという、はあはあ、実験があるんですね、はい、ということは、まあ薬物を摂取することによって、脳が薬物でやられて、依存症が形成されるということが、これが一般的に長く信じられ続けていた、この研究結果なんですけれども、面白いことにですね、この実験に対してスイスの心理学者のですね、ブルース・アレクサンダーっていう方がですね、疑問を持ったんです。っていうのも、なぜ檻の中で一匹で実験するんだっていう、まあ当たり前っちゃ当たり前の発想なんですけれども、そういったことを提唱してですね、このアレクサンダーさんはですね、面白いことにネズミの楽園一匹で檻の中ではなくて、ネズミの最高な楽園を作ってですね、はい、仲間もいるし、遊び道具もあるし、水もあるし、食べ物もあるし、そういった中にまたコカイン入りの水を置いてですね、実験したんです。そうするとこのコカイン入りの水をですね、何回か舐めるんですけれども、それに依存するネズミは出なかった。本当ですか、はい、でさらに面白いのは、この先ほど言った檻の中で依存症ががっつり形成されたネズミをですね、このネズミの楽園に入れてみると、最初はコカイン入りの水を飲むんですけどね、だん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 とこうその水は飲まないで普通の水を飲み出して、はい、ただ離脱症状ブル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 震えながらですね、やっぱあるんですか、はい、ネズミでも、ネズミでも離脱症状があって苦しいんですけれども、コカイン入りの水は飲まないで普通の水を飲んでですね、もうちょっとの間で他のネズミと見分けがつかないほどに回復してしまうというね、実験結果が生まれたんです。なんでなんで、じゃこれでなんでそうなんだろうっていうのを考えてみると、はい、やっぱり檻の中でですね、閉じ込められて苦しいっていう状況だったら、まあ現実逃避したいというか、はい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 、ただ水飲んでても苦しいわけですよ、うんうんうん、だから脳をぼやかすぐらいの薬物があるとそれが救いになると。なるほど。なので孤独であるとですね、やっぱ人間もネズミでもですね、何かに頼りたくなるという、そういった心理があるんじゃないのかなというふうに、実験結果が示唆しているわけですね。すごくないですか、うん、ただこれもまた面白いことに、ネズミだけじゃなくて、人間にも言えることでして、昔ベトナム戦争という、はい、大きな戦争がありましたけれども、ゲリラ戦って言ってどこから、襲ってくるかわからないっていう中でですね、はい、アメリカ兵たちはもう怯えながら、でもたくさんですね、いろんな麻薬などを持ってですね、いろんな薬を、使用していたというふうに、言われています。なので、やっぱ緊張感が高まる中とか、いつ死ぬかわからないっていう中、やはり何かでやっぱ脳をぼやかしたいというね、そういった気持ちがあったんだろうなということで、たくさんの薬を使ったんですね。ということは、これで依存になってそこから抜けれないっていう人も多々いたってことですよね。そうですね、アメリカ政府はだから戦争終わった後にすごい数の依存症が出るんじゃないかということで、もう国で構えて待っていたんですよ。そうするとこれ面白いことに、多くの兵士たちは帰ってきてですね、はいはい、自分の家に戻った途端に90% 以上の人たちが薬物の使用をやめたんです、何の治療も受けずにですね。本当に自力でですか、はい、自力でというか、特に薬物を欲しないというか。ああ、なるほど。で残り5% から 10% ぐらいの方はやはり薬物に依存していたんですけれども、そういった方々を追跡調査してみると、幼少期にひどい体験をしているとかですね、戦争行く前から実は薬物に依存していたとか、そういった方々がほとんどで、もともと健康だった人が、継続性依存症になったっていうデータはもうほとんど出なかったっていう結果が出ています。この脳の
この脳もそうですけど心とかのバランスとかって、はい、やっぱすごい大事になってくるんですね。そうですね。いやなのでこの実験結果から言えることは、うん、まあ薬物が脳を壊して依存が形成されるのではなくて、むしろ孤独、環境、うんうんうん、そういった問題じゃないかということが言われたというところなんですね。今だってストレス社会っても言われてるじゃないですか。そうですね。なんかストレスが溜まってちょっとお酒を飲んでしまうとかっていうのもよく聞くので、はいはい、やっぱね、あの帰って誰かにお話ができる、なんだよ、環境が今はあまりないというか、うん、少なくなってるんじゃないかっていうのも、あの聞いたことがあるんですけど、はいはい、実際この人間一人一人なんですけど、孤独ってやっぱり良くないって思うんです。そうですね。あの人間にとって最もの毒は孤独じゃないかっていう説も一つあってですね。そうだと思う。そうですね。あのアメリカのですね、はい、あの精神科医も、あの病人が恐れるのは不安ではなく孤独であるという言葉も残していてですね。あ、なるほど、うん、まあ、なんで人間孤独がダメなのかっていうところですけれども、うんうん、人間ってあの普通の動物と比べて赤ちゃんの頃って1年間早産なんですよね。あの未熟児で生まれてきてるんですよ。ほうほう。生物学的に見るとですね、ほうほうほう、普通であればあの鹿とか生まれてすぐに立ち上がって数時間後には歩き出したり走ったりするんですよね。そうしないと天敵にやられてしまうので、うんうん、すぐに歩けるはずなんですけれども、人間生まれてきたら首も座ってないぐにゃんぐにゃんですよね。確かに確かに、うん、で誰かいないと死んじゃうんですよ、うんうんうん、まあ、それはあの母体が持たないので早く生まれるように、うん、できているんですけれども、うんうん、ただもう人間っていうのはだから生まれて誰かに一緒じゃないと生きていけないっていうのを、もう生まれた瞬間からも背負っているんですよね。なるほど。なので、人間というのはね、とてもあの孤独というもの、うんうん、それは耐え難い、うん、生まれつきもそういうのを背負った生き物なのかなというふうに言えますね、うん、なるほどね。やっぱどうしてもこの誰かがいないとちょっとなくなってしまうとか、はい、やっぱ今ね、ニュースとかでもよくあるじゃないですか、はい、孤独死っていうキーワードがよく出てくると思うんですけど、うん、はい、それもやっぱ言葉通りに一人でやっぱなんていうんですか、内な口で言ったら無の歓迎してとか、はい、してしまってどんどん追い込んでしまったりとか。そうですね。なるほど。なので孤独を回避するためにですね、うんうん、心の病というものもあるんじゃないかという仮説もありまして、はいはいはい、例えば心の病気で幻聴、聞こえないはずののが聞こえる人とかですね、はあ、そういった病気もありますけれども、はい、幻聴って大体悪口が聞こえてくるんですよ、はいはいはい、だけれどもわざわざなんで悪口を聞く必要があるのかと考えた時に、うんうん、悪口聞いてるとやっぱ孤独じゃないんですよね、うんうん、その人悪口と戦っていれば、はあはあ、なるほど、孤独を回避できるとかですね、はいはいはい、あとはまあこういった統合失調症という病気がそういったものを主に持ちますけれども、うんうん、まあ、最近一般になってきたのうつ病、はい、そういったものもですね、まあ、思考を低下させるとかね、うんうん、やる気を低下させることによって、うん、まあ、孤独を見ないようにしているという現実逃避、そういうふうに考えることも、まあ、一種できるんじゃないかっていうですね、うんうんうん、考え方もあるわけです。なので人間孤独を回復するために心の病気を発症する、そういったメカニズムもあるかもしれないと。なるほどね、うん、ただまあみんながみんな病気なさ大変だなというところで、うん、それを手っ取ればよくですね、孤独を埋めるものに役立つのがやっぱ薬物なんですよね。ね、なので、まあ、いろんな覚醒剤やら麻薬やらいろんなのありますけれども、うんうんうん、我々が一番身近に手に入るものがやっぱそうお酒アルコールというのは薬物なんですよね、はい、お酒を飲むとですね、もうまさに、孤独が埋められるというか、いろんな快感物質とかもね、脳の中で勝手に作られて出てしまいますので、ね、いやだって楽しいもんってなるじゃないですか。そうみんなとワイワイやる分にはまたいいのかもしれないですけど、うんうん、まあ、一人で、それを飲んで、はい、だからある意味お薬代わりにですね、お酒を使うようになってくると、うん、より依存が早まってしまうのかなと、うんうん、いうところなんですね。なるほど、うん、例えばこのやっぱ一人で飲んでしまうとか、ちょっとアルコールが最近ちょっと止まらないなっていう方にアドバイスするとしたら、どんなアドバイスするんですか？そうですね、アルコールというのはだからいろんな
もう快感物質を出すんですけれども、うんうんうん、わざわざお酒を摂取しなくてもですね、いろんなもの人間脳の中で快感物質を出すことができるんですよ、うんうん、例えばスポーツが好きな人であればバスケットをしてですね、はいはい、シュート決めた瞬間とかですね、うんうん、そういった時も同じようにあの快感物質出ますし、あーはーそうか、はい、あの芸術が好きな人でもいい絵をね、うんうん、描き上げた時にものすごく嬉しいとかね、うんうんうん、いう気持ちにもなるでしょうし、あの身近であればの恋をすることでもね、はいはい、そのドキドキ感とか、そういったものでも快感物質出るんですよ、うんうん、なのでわざわざあの薬物を摂取しなくても、うん、自分でいろんなものを作り出すことができるので、うん、ぜひともですね、あの趣味とかそういった人間関係、そういったものをまあ充実させていくということがとても大事になってくるんだなと思いますね。山城さん、趣味がない私どうしましょう。そうです。いや今からね、この、はい、例えば今忙しい仕事が忙しくてとか、はいはい、やっぱね、なかなか時間が取れないっていう方も、はい、まあちょっとしたことでもね、はい、趣味を見つけていくのもいいかなとね、思いますよね。はい、まあお仕事が楽しければ。それがそれでいいんですけどね、はいはい、まあ辛い辛いと、日本人の悪いところはストレスの対価が給料だと思い込む人がね、たくさんいらっしゃいますので、あれ不思議ですよね。そうですね、あの外国では信じられないと信じられないって言いますよね言われますけど、そうなるとやっぱ家帰って誰もいなくて、はい、酒でも飲むかっていうね、うんうん、ことになってしまうと、やっぱりめっちゃ悪循環じゃないですかそうなんですよね。なのであのアルコール依存症もそうですけれども、あのやっぱ生き方、うん、そういったものがやっぱ問われている、うんうんうん、そういった時代なのかなというところですね。じゃあ例えば、はい、例えばですよ、はい、どうぞ。このお家で飲むより外で飲んだ方がいいとかっていう一歩からでもいいんですかね。あ、それもあると思います。誰かと一緒に飲むっていうのもいいと思いますね。家だともうね、際限なく飲めてしまうっていうこともあるでしょうし、うんうんうん、誰かとだったらそのね、おしゃべりしている間、はい、ね、別に飲まなくても済むかもしれないし、うんうんうん、いろんなストレス発散になると、うんうん、一番手取る場合はストレス解消法っていうのはおしゃべりなんですよ。あ、そうなんだ。はい、独り言でもですね、言わないよりは言った方がマシと。マジめっちゃ独り言多いんですしかもでかいんですよこれそれはとても大事なことですね。ですか、人間 の心っていうのは自分でしっかりしているつもりでもですね、うんうん、やっぱモヤモヤと変わっていてですね、はいはい、心の語源っていうのはですね、もともとコロコロから来てるっていう説もあるんですね。心の語源、コロ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 変わっちゃう。あ、なるほどなのでそれを独り言でもいいので言語化する、言葉にすると、うん、整理されていくんですよ心が。へえ。なので誰かとおしゃべりをするとかですね、うんうん、独り言でもいいから独り言を言うとか、そういうことはとても大事なことですね。だから僕らもカウンセリングなんてのもやりますけれども、うんうんうん、そういった心の整理のお手伝いしてるという、はい、そういったところかなと。なるほど、思いますね。まずはもうこのお話を聞くとかから始めていくんですか、このカウンセリング。そうですね、もちろん患者さんがお話をしたいということをですね、うんうん、丁寧に聞いて、うん、それをまたこちらまとめて返してあげるっていう、うんうん、そういったことをすることで心の整理のお手伝いをさせていただいています。もうやっぱ依存症となってくると、はい、もう止まらないじゃないですか、はい、ってなってくるとやっぱ夜だけじゃなくて昼間からも飲んでしまうとかっていう、はい、この状況によっては変わってくるんですか。そうですね、もう依存が悪化していくと連続飲酒という状態になってきます、うんうん、夜に飲んで、まあ、記憶を失って眠って、うん、朝起きると気分が悪いのでまた飲むはだちび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 ずっと飲み続けて、あんま食事も取らなくなってですね、はい、やがて痩せ細っていって栄養失調になってっていうのもあるんですか。そういったことも、はい、多々あります。へー、多々あるんですか。多々あります。ちなみに沖縄って多いですか。はい、沖縄非常に多いですね。非常に多いですか。非常に多いですみんなで明るくしましょうかそうですね、僕らみたいな精神科にかかってくる患者さんってやっぱ氷山の一角だと思うんですよ、うんうんうん、そうじゃない隠れ依存症の方々はですねたくさんいて、例えば内科でですね高血圧で病院通っているとかですね、糖尿病で通っているとか、ちょっと肝臓が悪いので通っているという、うんうん、そういった方々の中にも依存症を持っている方っていうのは、うん、実はたくさんいるんじゃないのかなというふうに思いますね。 なるほど。なんかでも本当に隠れ、いや私一回皆さんあれですね、私どうなんだろうと振り返るのもいいかもしれないですねそうですね自分どのぐらい飲んでるかなとか、もちろんねこのお付き合いで飲むとかっていう方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、毎日晩酌してるよとか、はい、っていう方たちとかね、あれちょっと本数どのぐらいかなやっぱ分からなくなるじゃないですか、はい、お家でとか飲んでると。そうですね、
いや大事になってきますね。そうですね、はい。まあ、もし気になる方がいらっしゃれば、あの玉木病院のホームページにもですね、はい、うんうん、会員のチェックシート貼り付けてありますので、はい、それでいろいろ見てみるといいかなと。そうですね、はい、ぜひね、この、 あの身近な病気としてもう、あのいつでも皆さんご相談をお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい。またあ、この毎月開催しているのもあるんですね。そうですね、あの玉木病院ではですね、うん、毎月第4水曜日に、はい、家族教室というものを開催しています。ほうほう、まあ、あのご本人さんアルコール依存症かなと思う方はなかなか病院に行きたがらないということがあるかもしれませんので、はい、まずはご家族がですね、うんうん、病院の方に来ていただいて、まあ、この関わり方、はい、受診の促し方など勉強していくということもできますので、うんうん、ぜひですね、あの玉木病にかかってるかかってない関係ありませんし、はい、あの料金も発生しませんので、ほうほうほう、あの気になるという方はですね、お気軽にお問い合わせいただければと思います。あ、いいですね、これいいきっかけにもなるかもしれないですね、はいはい、ぜひお気軽にどなたでも参加可能ということですので、はいはい、ぜひ玉木病院のホームページにも記載されてますか。ホームページも、Facebook とも、ね、うんうんうん、やってますので、はい、そちらでいろんな情報を配信しておりますので、ぜひ、はい、あの気になればお電話お気軽にいただければと思います。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろエンディングのお時間となってきたんですけど、いや私もちょっと話したいんですけどいいですかねいや、やっぱ実はね、あの沖縄も多いってね、先ほどね山城さんの方も言ってたんですけど、はい、やっぱ一度皆さんあの見返す自分のことをね、この見返す機会も必要かなと思いますの で、 そうですね、ちょっと気になった方はいつでも気軽に相談、はい、していただけたらなと。相談だけでも、はい、大丈夫ですので、うん、思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、さあ今週のゲストさん、玉木病院から山城さんをお迎えして、はい、お届けしたんですけど、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました、はい、すごく勉強になりました、はい、さあまた来週もですね、健康情報番組生き生きライフをお届けいたしますので、皆様来週もお楽しみにしててください。ここまでのお相手は FM 技能あゆみと、はい、玉木病院の山城でした。はい、皆さんありがとうございます。また来週です。バイバイ。ありがとうございます。 YouTube は音が入ってないので、こっち録音して、あ、録音じゃない、録画して、後でアップしようかな。マイクの音も入ってない、映像は出てる。